もしかしたら佐々木朗希がキャッチャーやってくれるかもしれないっていうところで、何より怪我させないように投げなきゃいけないんで、いつもより難しいです。初球式で170キロ出してくれる。ぜひ千葉ゴリの日本シリーズで見せてもらいたい。それだけです。